お芋ってやっぱり秋のイメージがあるじゃないですか。ただまあお芋っていうのは取れたてってそんなに甘さが乗ってなくて、まあ、熟成して初めてこう甘さが出てくるっていう創作物なんですけども、まあ、最近だと農家さんの研究だったりとかで、まあ、技術の進歩、品種の進歩っていうのがあるんですけども、これで一年中実はお芋がもう回るようになってるんですね。ただまあその生芋が回るだけではなくて、お芋スイーツとして食べる楽しみ方っていうのもたくさん増えてきたということで、まあ、それを多くの方に知っていただくためにどうしたらいいかなって時に、まあ、逆転の発想で、まあ、真夏に芋のイベントやるということで、実は22年に初めてやりました。秋の時期はせっかくなので、そういう焼き芋で言ってもホクホク系とかで、冬は本番の、まあ、甘いお芋を食べていただいて、じゃあ夏は、そのほぼ1年近く寝かした芋っていうのはもう完全に熟成されてます。なのでそこからの焼き芋って一番甘いと言われます。ただ生芋を持ってる農家さんとかお店も実は少ないので、夏時期に生のお芋から焼き芋食べるって言ったら珍しいので、そういうのがあったらぜひ食べてほしいですし、完熟のさつまいもを使った、冷やし焼き芋とか、それこそそれを使ったスイーツとかですね。結構ね、秋冬で食べるものとかは全然違う楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。